こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、中国の駆逐艦は量産体制で増艦されています。現在ではその性能は、一昔前と比べて近代化されているとの話。今回ステルス機を丸見えにするという駆逐艦055型を詳しく見ていきますね。本当に捕捉できているのかわからないですが、対抗策は結構たくさんあるものです。あれかな？2020年11月現在、世界で最新鋭の水上戦闘艦といえば、それは最大規模のアメリカ海軍のものではなく、中国海軍が同年1月に就役させた055型。駆逐艦南昌だということができるだろう。055型駆逐艦南昌は、従来の中国海軍の052型、昆明級。駆逐艦の推定の満載排水量約7000トンに比して、12000トンから、13000トン止めされるほど大型化された船体を持つ水上戦闘艦だ。この排水量は、アメリカ海軍の現役艦で唯一巡洋艦に、分類されているタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の満載排水量約9700トンをも凌駕しており、アメリカでは巡洋艦と表現されることが多い。055型駆逐艦南昌は全長が 182.6m、 全幅が 20.9m、 ガスタービン機関4機で最大出力15万2000馬力。最大速力30ノットの艦容を誇り、すでに6隻が建造予定と言われている。ちなみにアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は、全長が 172.46m、全幅が 16.76m、最大出力8万6000馬力。最大速力30ノット以上の艦容となっている。海上自衛隊で見れば、最新鋭のマヤ型護衛艦が、満載排水量1万250トン。全長 170.0m、全幅 21.0m、最大出力6万9000馬力。最大速力30ノット以上と055型駆逐艦の大きさがよくわかる。アメリカ海軍の最新鋭ズムウォルト級駆逐艦が随所に近未来的な設計を取り入れ、それゆえに建造費の高騰と実用面の兼ね合いから、わずか3隻の建造で終了されたのとは大きくコンセプトが異なる。中国海軍の055型駆逐艦は、同時に同国が建造を進める国産の航空母艦の空母打撃群の艦隊防衛を担うべき位置づけであり、中国版のイージスシステムといえるレーダーセンサー類を装備している。055型駆逐艦のレーダーセンサー類は、複数の周波数帯の電波を利用するものと見られており、これによって高度なステルス性能を持つ F-35 ライトニング2戦闘機なども探知、迎撃可能という対戦哨戒能力をはじめとして、こうしたレーダーセンサー類の探知性能では、従来の中国海軍の艦艇は、アメリカや日本が採用するイージス艦のシステムに劣ると見さされていた。しかし、055型駆逐艦南昌の実戦配備で、この脅威の度合いは、
飛躍的に高まったと見る向きも多く、アメリカ海軍でも予算上の問題から見送られていた新型巡洋艦の開発を再開するとも言われている。アメリカにこうした決断をさせた055型駆逐艦南昌の特徴は、精度を向上させたレーダーセンサー類と連動する合計112セルにも及ぶ VLS を搭載している攻撃力にあると思われる。この VLS の数はタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦と同数であり、日本のマヤ型護衛艦やアメリカのアーレイバーク級駆逐艦の96セルを大幅に上回る攻撃力を備えていることが伺えるものだ。055型駆逐艦は、艦の前部に64セル、後部に48セルの VLS を搭載し、その用途も、艦対空、艦対艦、対地、対戦のいずれのミサイルの運用も可能であり、ことに、艦対空ミサイルの防空能力が注目されている。これは、055型駆逐艦の単艦での防空能力というよりも、国産の航空母艦による空母打撃群全体の防空能力を高めると見られているためであり、アメリカなどと同様の空母打撃群の展開が予期されるためだ。従来の中国海軍の艦艇は、大陸国の中国の現状に合わせて自国沿岸海域を作戦行動範囲とした展開だったが、航空母艦とこの055型駆逐艦の空母打撃群は遠洋への進出を視野に入れるものとなった。このため、055型駆逐艦の作戦行動範囲は、従来の052型、混迷級駆逐艦と比して、最大で約4倍とも言える約1万1000キロにも及ぶと見られており、ほぼアメリカの独壇場だった分野への進出が現実味を帯びてきた。ただし、日本を含む周辺国にとって幸いなのは、中国海軍は国産の航空母艦で運用可能ないわゆる第5世代戦闘機をまだまだ配備できておらず、すぐに空母打撃群の完成とはならない点だろう。しかし、いずれはこの配備も進んでくるであろうことは疑いの余地はないため、そうした中国海軍の空母打撃群が出現することを前提に、日本は有効な対処方法を確立すべき時期だと思える。個人的にはこの対策は、既存の兵器分野では戦闘機への長射程の空対艦ミサイルの装備か潜水艦隊のさらなる増強が現時点で行い得る実効的な対策ではないかと考える。 F-35 ライトニング2戦闘機のステルス性を損なわないために、その胴体内のウェポンウェイに収容できる長射程の空対艦ミサイルの開発はまだまだ時間を要すると見られるので、 F-15 や F-2 の活用が必要だろう。合わせてようやく海上保安庁がテストに入った無人航空機、遠隔操作型無人機について、自衛隊ではこれに対艦ミサイルを実装することも視野に入れてほしいところだ。